どうもこんにちは、ともきんこと、ともがんりょうたです。今日はですね、バスドラムについて2つ紹介していきたいと思います。で、これはですね、いろいろバスドラムの出し方について今まで言ってきたんですけど、それをちょっとまとめてもう一度解説してほしいっていうリクエストがあったんで、今日はそれを2つまとめましたので、紹介していきたいと思います。で、おさらいだけじゃちょっと物足りないので、講座の最後にサンプルビートも紹介していきたいと思います。はい。今日紹介するバスドラムの音なんですけど、2つあって、まず1つ目。はい。これは無声音のバスドラムになります。で、次です。次がバスドラムって言ってしまっていいのかなって感じなんですけど、ちょっとリップロールを含めています。はい。この2つの音について今日は紹介していきたいと思います。じゃあまず1個目のバスドラムの出し方について紹介していくんですけど、まず、ボって普通に発音してみてください。ボ、ボ、ボ。はい。で、この時に普通にやって意識してほしいことがあって、上唇と下唇が触れ合って、で、そこから息を押し出してる。この感覚を意識してください。ボ、ボ。はい。で、じゃあ次は、このボの声を抜いてみましょう。はい。こんな感じになりますね。で、もうここまでできたら、バスドラム、ほとんど完成と言っていいんですよ。なぜなら、あとは、息を思いっきり出すだけです。この、に、思いっきり息を出す。これを加えてやると、っていう風になります。それから一つアドバイスをしておくと、この音を出すときに唇をちょっとすぼめます。この感じですぼめて、そこからボって出してやります。これがバスドラムの音をもっともっと強くする秘訣になってくるので、ぜひこれもやってみてください。じゃあ次は2つ目のバスドラムになります。で、これはですね、リップロールにバスドラムを加えてやる感じになります。じゃあまずは普通にリップロールをやってみてください。こんな感じになりますよね。で、最初の1音目、プのところでバスドラムを出してみてください。そしたら、っていう感じになります。これマイクを通してやってみると、っていう感じで結構迫力のある音が出ます。はい。皆さんできましたでしょうか？で、この2つができたら、次のサンプルビートに挑戦してみてください。はい。このビートはですね、ドンツッカッツッツッドンカッツッっていう、こうヒップホップ系のビートになります。で、この下の文字出てるところの色がついているところのドがこのリップロール付きのバスドラムを出しているところです。で、これで一度このサンプルビートを練習してみて、あとは喉ベースを入れてやったり、いろんな音を足していってみてください。例えば、っていう感じで、こう、音数をいろいろ足していくと、もともとかっこいいビートが出来上がってくるので、ぜひ、これもやってみてください。はい。それでは、今日のビートボックス講座、ここまでになります。またリクエストお待ちしております。それでは、See you next time. また次回もお楽しみに。